私立平方病院は大阪府平方市にある医療機関である。平方市病院事業の設置等に関する条例により設置された私立の病院である。2014年の病棟建て替えに合わせて私立平方市民病院から解消した救急国事病院であり、2018年度の救急患者数は8161人。 肝炎専門医療機関等にも指定されている。感染症病床発症を有する第二種感染症指定医療機関でもある。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。性暴力被害者支援ネットワーク協力病院として、性暴力被害者支援ネットワーク事業に協力医療機関として参画している。急病院この府市は、 医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。大阪府の救急医療体制。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課。救急、災害医療グループ。2020年7月1日閲覧。各種統計救急患者数。私立平方病院。2020年7月1日閲覧。 関連専門医療機関一覧、エクセルファイル、109キロバイト。大阪府健康医療部健康推進室、健康づくり化生活習慣病、癌対策グループ。2020年7月1日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年7月1日閲覧。 性暴力被害者支援ネットワークについて大阪府政策企画部政少年地域安全室治安対策課企画グループ2020年7月1日閲覧性暴力被害者支援ネットワーク協力病院私立平方病院2020年7月1日閲覧 ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXY 大阪府医療機関情報システム大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課企画調整グループ2020年7月1日閲覧 AB アクセス私立平方病院2020年7月1日閲覧ありがとうございます